間違い探しです。下の2つの画像には5つ間違いがあります。さて、一体どこが違うでしょうか？90秒以内に見つけてください。時間が来ましたので正解を発表します。1つ目は男の子が持っていた木の枝、これがいつの間にかなくなっています。2つ目は焼き芋の湯気に注目、焼き芋の湯気いつの間にか1つ増えていましたね。3つ目は女の子が刺している焼き芋に注目、焼き芋の模様部分がなくなっています。そして4つ目、女の子の手に注目、女の子は手袋をしていたはずなのですがいつの間にか手袋がなくなっています。そして最後5つ目、下の落ち葉に注目、落ち葉が1枚真ん中部分のものがなくなっていました。全部で5つ見つけることができたでしょうか？